慶中部をご覧の皆さん、こんにちは。竹岡慶です。今日もセミちゃんが元気に鳴いておりますね。真夏の一日でございますが、今日はですね、大人気の CX5、マツダ CX5 がちょっと一部改良になりましたんでね、ご紹介したいなと思います。で、マツダの CX5 はいろいろなバージョンがあるんですよ。もうね、ほんと何個あんだ、10個ぐらいあるんじゃない、もっとあるかな。たくさんね、これでも絞ったんですけど、今回ね、まだまだあります。そういうわけで今日はそこから3台ピックアップしてみました。こちらがですね、ブラックトンエディション、そしてこれがスポーツアピアランス、そして向こう側がフィールドジャーニーと、この3つをご用意してみましたので、どこが変わったのかなというポイントを、中心にしてご紹介していこうと思います。まずこちら、ブラックトーンエディションになります。ブラックトーンエディションはもう基本的にね、スポーティーっていうグレードなんですよね。で、これね、ポリメタルグレーメタリックっていう色なんですけど、なかなかね、他では見ない色ですよね。おしゃれなんですよ。で、これね、日陰に置くとまたちょっとおしゃれだったりして、で、内装は基本的にブラックに、まあ赤いステッチがちょっと入ったような内装だったりするんですけど、結構ね、まあシンプルな感じで、まあ、走って楽しい、使って楽しい、でもちょっと置いとくとかっこいいぞ、みたいなね、クールな印象のモデルだと思っていただければいいかなというふうに思っております。で、今回何が変わったかというとですね、わかりやすいです。価格が変わりました。はい。ね、価格が今ね、いろんなものが高騰してるじゃないですか。コロナもあったし、戦争もやってるし、いろんなもののね、物流なんかもちょっとね、コストが上がっておりまして、若干価格が変わったんですけれども、ただ高くなったわけではないのです、実は。なぜかと言いますとですね、人気があって皆様が結構オプションにつけていたものを標準装備化したんですよね。だから、こう見た目の価格差よりも、実際はそんなに上がってないので、そこのところしっかり見てください。きっと皆さん買うときにね、これとこれとこれとこれはオプション絶対つけるよねって、ほとんどの人がつけるようなやつを今回標準装備化しているので、そういう意味ではよりお買い得になったと言ってもいいかもしれません。ですので、もうシンプルなスポーティーを追求したいよっていう方には、このブラックトーンエディションがおすすめでございます。はい、こちらはですね、スポーツアピアランスというグレードになります。注目していただきたいところはこのグリルです。はい。ね、このグロスブラックのグリルなんですけど、これね、縦型になったんですよ。縦基調って言えばいいかな。今まではこう横基調だったんです。今回は縦基調のこのドットのメッシュみたいになってるでしょ。ここが大きな差なんです。で、これなぜかと言いますと、基本的にね、横基調だと、やっぱ横に広がるので、まあ、ワイド&ローとか言うじゃないですか。スポーティーなイメージが高まります。で、これ縦基調にすると、はい、縦基調のすごい有名な高級車なんでしょう。はい、ロールスロイスを想像していただくとわかりやすいと思うんですけど、縦基調にすると、まあ、縦方向に厚みが出るんですね。だからこう、厚く見えるんです、実際よりも。サイズ一緒なのに。なので、ちょっとこうラグジュアリーだったり、高級な、まあ上級な、そういった印象が出しやすいんですって。で、これ実はですね、CX8 で使っていたグリルのデザインなんですけど、それをこちらに持ってきて、で、スポーツアピアランスっていうグレードは、スポーティーなんだけれども、上級なスポーティーなんですね。装備なんかもすごくいいものがついた上級なスポーティー。ということで、ちょっと顔もですね、縦方向のグリルにして、そういったね、ラグジュアリーで上級な演出をしたということなんですね。もう顔が違うのでかなりね、印象違うんじゃないかなと思います。あともう一つね、中にも素敵な装備がついたんです。さて、とっておきの豪華装備ご紹介しましょう。こちらでございます。シートのベンチレーションが運転席にも助手席にもついたんですね。やっぱりこういうシートって夏場はペタッとしちゃう時あるじゃないですか。ベンチレーションあると快適ですよね。今日みたいにセミがミン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 、ショー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 はいろいろ鳴いている、ジー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 ね、こういった暑い日はやっぱりこのベンチレーション素敵な装備だと思うんです。最近ね、日本の夏暑いんですよ。で、車エアコンかけててもやっぱりガラスから日差しは浴びるじゃないですか。
で、まあ最近はね、UV カットとか IR カットとかいろいろ入ってますけど、でも暑い。足ペタペタする。しかも、なんかね、短いズボン履いたりすると余計ペタペタしますから、このベンチレーションはね、とっても嬉しい装備になるんじゃないかなと思います。これからの日本の夏の必需品になるかもしれません。今ね、高級車にしかついてないですからね。なんかね、セミの声がすごくなってきましたけど、そんなセミの声が似合うのがこちらのフィールドジャーニーでございます。フィールドジャーニーは、なんかね、もう名前の通りですよ。なんかこう旅に出ようぜ、アウトドアへみたいな感じでですね、幅広いフィールドに、お出かけしよう、特にアウトドアイメージを強く打ち出した、そういったモデルになります。で、このフィールドジャーニーは皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。差し色がありましたよね。そう、あのライムグリーンです。あの鮮やかなライムグリーンの差し色がフィールドジャーニーのポイントだったんですけれども、あれ、どこに行っちゃったのかな、どこに行っちゃったのかな、なくなってしまいました。どうもね、あれがおしゃれ SUV というイメージになってしまったようで、フィールドに出かけるのはそうじゃない、もっとガチなやつが欲しいんだよっていうユーザーさんの声が多かったんですって。ということで、今回ライムグリーンの差し色はなくなりました。はい、なので、中もちょっとね、シックというかクールというか、まあ、ガチで使えるようなものに変更となっておりますので、まあ、フィールドジャーニーもうね、ガシガシお出かけしたいという方にぴったりなものになっておりますので、ちょっと中も見てみましょうか。インテリアもお気づきでしょうか。私が気に入ってたライムグリーンがなくなりまして、はい、こういったシルバーのねパイピングになりました。初代の CX-5 のユーザーの皆さんは結構ガチ SUV として CX-5 を捉えていらっしゃる方が多くて、そういうおしゃれとかと違うっていう方が多かったので、今回ここもうライムグリーンをやめましてね、こういったシルバーにしたんだそうです。やっぱりユーザーの声に一番忠実であろうという、マツダの開発者の方々の気持ちがね、伝わってきますよね。デザイナーさんもね、あの渾身の思いを込めてあのライムグリーンこだわって作られたんですけど、でもやっぱりみんながいい方がいいよねってこう切り替えられるところがね、いいですよね、と私思いました。なのでこのあのシート生地もね、これフェイクレザーなんですよ。もうあのガシガシ使えるようにわざとリアルレザーじゃなくて、でもパッと見リアルレザーにしか見えない非常に質の高い、フェイクレザーになっておりますので、これは本当にユーザーさんのことを思った変更だということですね。はい、というわけで今日はブラックトーンエディション、そしてスポーツアピアランス、フィールドジャーニーとね、3台ご紹介してきましたけれども、 CX-5 ってね、マツダの中で一番売れてる車種なんですよ。まあしかもね、すごい幅広い年齢層の方に売れてるということなので、たくさんバージョンがありますのでね、ここの中だとさすがに皆さんお気に入りの1台が見つかるのではないでしょうか。ぜひね、お気に入りの1台、これがいいな、これがいいな、これがいいなと吟味して見つけていただければと思います。というわけで今日の、ドライブ違うな、車話はいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお話、お出かけしましょうね。またねー。